おはようございます。ティレと申します。今回やっていきますフリーゲームは双子魔道士と天気の精霊、続きました。前回のね二人の少女のボケの続きですね。こちら続編となっております。いやー楽しみだね。リュメルとエクイリエルちゃんのね旅がまた始まるわけですよ。前回でも相当すごかったけどね。何がすごいかっていうとね、同じ VXS 作品なのにね、俺の作品と全然違うのよ。やっぱ作り手が違うとね、物も全然違うんだなっていうのをね、この前で痛く痛感いたしまして。そんなね、こともありながら、今回もね、学びたいと思います。このゲームからいろんなものを。じゃあ行きましょう。はい、創作工房春巻さん、今回もよろしくお願いします。お、銀融詩人かな。突然ですが、皆さんは雨が好きですか。嫌いじゃない。そうですか、私と同じですね。雨は大地を潤せ、すべての生き物に恵みを与えてくれる素晴らしいものです。しかし、中には雨が長いこと降らず、作物も草木も枯れてしまい、困り果ててる村もあります。私が今から語るのは、そんな村を助けるために師匠とやってきた幼い双子の魔導士リュミエルとエクリエルの活躍を描いた小さな物語です。申し遅れましたが、私は語り部を務めます銀融詩人のセレナルドと申します。どうか最後までお付き合いくださいませ。お、魔女の家。あれ、なんかちょっと変わった？ここはエース王国の片隅、魔女の森と呼ばれる森には魔女の家。この家には物語の主役である双子の魔導士リュエルとエクリエル、そして二人の師匠である魔女イザベルが仲良く暮らしていますね。仲良く暮らしてるね。え、師匠、僕がせっかく踊っておいてプリンを食べるってどういうつもりだよ。あれがリュウ君のプリンだったって知らなかったんだって。仲良く暮らしてない。全然仲良く暮らしてなかったわ。もうプリンならまた買ってくるから家の中で追いかけっこはやめてよ。仲良く暮らしてるはずなんですがね。この男は双子のお兄ちゃんリュミエル、反抗期真っ只中で師匠に対しては反発してばかりです。この女の子は双子の妹エクリエル、こんな風に怒りっぽいリュミエルをなだめたり、師匠を献身的に支えるしっかり者です。そして師匠のイザベル、優雅なる悪夢という隣に知られたすごい魔女なのですが、家に引きこもってばかりいるぐうたらな人です。あ、誰か来たみたい。はーい。こんにちは、郵便でーす。魔女イザベル様宛てに お手紙を一通預かっております。はい、いつもありがとうございます。師匠に渡しておきますね。今日は何かお届けのある手紙や配達物はございますか？今日は特にありません。わかりました。それでは失礼いたします。うん。師匠、お手紙が来ましたよ。あ、ありがとう、ゆくちゃん。すぐに読むわ。行って！急に立ち止まんねん、師匠！はいはい、リュミエル、そこまで。今度またプリン買ってくるから、ね。わかったよ。はい。
ところで誰からの手紙だったんですか？角川村の村長、どうやら偉大みたい。へえ、城下町以外の人以外からの依頼なんて久しぶりだね。で、どんな依頼なの？なんだか、ここ2、3年雨が降らなくて、全然作物が取れなくて困ってるみたい。だから、雨が降らなくなった原因を探って私に何とかしてもらいたいんだってさ。なんだか結構深刻そうな問題だな。雨が降らないとなると深刻だよね、確かに。てか、天気のこととかって僕たち魔導士の力で何とかなるもんなの？角川村は雨の精霊と太陽の精霊の加護を受けてちょっと特殊な地方なの。あそこでは精霊たちが天気を支えているおかげで作物に必要な雨の量や日光がバランスよく与えられているのよ。だからあの地方の天気のこととかは精霊と交信ができる魔導士の出番ってわけ。つまり今回は雨が降らなくなった原因を雨の精霊と交信して尋ねればいいわけですね。そういうこと。ただね、この前二人にも教えたからわかると思うんだけど、精霊と交信ってものすごく精神力使うの。あー、そういえばそうでしたね。確か精霊との交信との儀を練習した日、僕もエクリエも速攻爆睡しちゃうくらいだったからね。いくら私らも精霊の交信ともなると一人じゃ骨が折れそうなことなのよ。だからリュウ君たちも一緒に来てくれない？別にいいよ、僕たちの修行にもなるからね。エクリエルもいいよね。うん、師匠の力になるんでしたら喜んで。ありがとう二人とも。そうと決まれば早速準備して二人ともすぐに出発するから。はい。あ、帽子かぶった。リミエル準備できた？うん、回復薬も武器を持ったし大丈夫だよ。じゃあ行こう、下に師匠が待ってるよ。操作方法を確認しますか？一応見てみよう。あー、だから銀パッドなんですわ。はい、ありがとうございます、ご丁寧に。じゃあメニュー開いてみようかな。おー、前回と変わらずって感じだね。レベル1なんだ。レベル1スタートなんだね。城下町の人以外からの師匠の依頼なんて久しぶりだな。やっぱり師匠の力っていろんなところに出張されてるんだね。準備ができたら師匠に話しかけて出発しよう。はい。いやー、今回も楽しそうですね。あ、ちょっと待って、12歳って書いてある。二つ名が12歳になってる。反抗期だが、なんだかんだで師匠を信頼しているとか書いてあるのか。へえ。あ、でも技増えてんな。ファイアワークスに増えてんな。あ、ちょっと前回の技がちょっと増えてる。で、薬を持ったと。初めからこういう薬がね、ある程度ね、あるのって、ありがたいね。で、このプレゼント的なものは確か、15ロテに入れたと。誰かの、どっちかのへそくりですね。はい。本のマークがついてる盾札、ものなどは読んだり調べたりすることができる。ね。だから、これとかも調べられますね。来た！青、赤、緑の矢印に手を隠すことがあるからと。また間違えたよ。実はこの矢印、ちゃんとした意味があるのだ。青いマップは次は、前のマップに移動できる。緑のマップはワールドマップに出ることができる。赤い矢印はその先で戦闘イベントが起こることをそれぞれ示している。ね。これもありがたいね。わかりやすい処置だからね。じゃあ行きましょう。二人とも準備はできた？ここには戻ってこれません。まあまあまあ大丈夫です。じゃあ出発よ。こうして、双子とイザベルは角川村に向けて出発しました。が、その道中、え？道中？暑そう。うん。何これ！いきなり大声出さないでよ。びっくりするじゃん。どうしたんですか？前来た時はこんな公園じゃなかったのに。ああ、もっと、こんなんだったんだ。もともとは。もっと緑を浴びてた街道のはずなのよ。
雨が降らなくなったとは言ってたけど、これは想像以上に深刻そうだな。うん。たった2、3年ぐらいで、ここまで行く先がなくなっちゃうなんて。とにかく、まずは角川村に行って、村長から状況を聞かなきゃ。行くわよ、りゅうくん、エクちゃん、エクちゃん、エクちゃん噛むな。あ、そうだ。りゅうくんにこれ渡しておくね。戦闘設定の焦点に入れた。この本を使えば戦闘中でカットインを演出するか、バトルボイスを流すかの切り替えができるわ。師匠、カットインとかバトルボイスって何ですか？ 言うと思ったわ。俺もそう思うわ。エクちゃん、この世には知ってはならないこともたくさんあるのよ。はあ。どうでもいいけど、さっさと出発しようよ。このまま僕たち干からびちゃうよ。それもそうね。じゃあ出発！角川街道。あ！え、ちょっと待って。あ、イザベル、レベル 30！ ちょっと待って。強力の助っ人がいるじゃん。 あ、2人だけのメニューかと思ったけど、下にいるじゃん、イザベル、レベル 30！ 双子たちの師匠で、優雅なる悪夢の通りの持つ魔女。しかし、実体はぐうたらひっくるめのダメ人間。ダメ人間って、速さ 15！ 速さ 15！ 遅くない？ え、ちょっと待って。速さ21でしょ？速さ18でしょ？イザベル 15？ 固定じゃん、しかも。おい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 、大丈夫かよ。 おい、大丈夫かよ、こいつ、イザベル。 速さ15は遅すぎるでしょ。スキル見てみようぜ。おー、ブラックスピア、シャインスパーク、ホワイトアウト。なるほどね。魔法しか使えない。でも、月光返しては。で、これはヒールクリスタルだね。二人の、まあ、二人、まあ、イザベルも回復したんだろうな、きっと。さあ、どっちだ？こっちか？あー、こっちっぽいな、魔物がいるから。多いなー。 例のごとく多いなー。あら？いきなり団体さんの出ましね。一体ずつ倒していくのもありですけど、時間がかかりすぎて面倒ですよね。ふっふーん。こういう時はこの魔女イザベル様の魔法、僕たちの二人がけで一掃しちゃおうか。え、ちょ、リュウ君？そうだね。わざわざ市長の手を煩わせるわけにはいかないし。エクちゃんまで？あ、やってみよう。二人がついに確認しておく？まあ、そうだね。二人がけっていうのは、僕たち二人の魔法を同時に組み合わせて発動する魔法のことさ。大まかな行動を決めるところで二人がけをやればいいだけだよ。ただ、二人がけを使うには条件があるんだ。そう。TP。まあ、今回で言う TP ですね。ツインズポイントって言うんですけど、このどうやら。RPG 作るの、TP をこういう風に使うことになりますね。ツインズポイントって私たちの名前の横にある丸い形をしたゲージのこと？そう。これを魔法説明文に書いてある TP、丸の消費数値分 TP を僕たち2人が消費するんだ。だからどっちかが片方、TP が足りないと不発になってしまうから注意だよ。あと、僕たちのどっちが行動不能の状態時や魔封じ状態になっても不発になってしまうから気をつけてね。ツインズボイドどうやって貯めるんだっけ？僕たちが攻撃したり防御したり敵がダメージを受けた時だよ。気がついたら溜まってるかもね。はい、ありがとうございます。わざわざ。ブラックスフィア。あ、師匠、とりあえずここは私たちに任せて下がって見ててください。はぁ、あ、イザベル、優秀なのは嬉しいけど、もっと私を頼ってほしいな。あ、イザベル抜けたし。 パーティーから抜けたもん、いよいよ。 パーティーからおらんくなったぞ。 じゃあ行きましょう。ブラックスフィア、ゴー！強い！ あれ？今なんか言わなかった？当然の結果だねってなんか言わなかった？ 来た、レベルアップはね。レベルアップはこういう特殊演出なんだよな。すごいよな。俺も見習いたいぜ。準備運動はこれくらいかな。それじゃあ先へ。師匠としてはさ、弟子が優秀なのは嬉しいけど、もっと頼ってほしいってのはあるんだよね。あ、もう悪かったって。 次の戦闘から頼るからさ、ほんと？じゃあ、まずはイザベル様の力、存分に振るうわよ。
やれやれ、面倒な師匠だな。あ、ダンジョンをうろついて敵シンボルに触れたり触れられたりすると戦闘になります。だからダッシュしてると、そうだね、シンボルエンカウント式だからね。よし、行こう。じゃあ行きましょうか。ワイルドヘビ。ワイルドヘビか。あれ？あ？あー、え？あー、ホワイトアウト。うわー、戦闘ボイスがついた。ホワイトアウト。自動戦闘なんだね、イザベルは。ただイザベルレベル上がんねえんだろうな。だからイザベル強えな。完全にお助けポジションだね。だからできる限りちょっとお助けポジションになってくれてる今の間に、経験値貯めたいね。さて、進んできたけど、イザベル？あー、どうしたんですか、師匠。暑い。は？いくらなんでも暑すぎよ。日差しもきついし、二人は平気なの？私たちは帽子かぶってますし、上着も白で肌の露出低いですから、熱がこもりにくいから体だと。師匠は帽子とかない上に肩とかめちゃくちゃ出してる服じゃん。あと、引きこもってばかりだから、火の力に弱くなってんじゃない？否定できない自分がいる。ほら、師匠。あともうちょっとで村に着きますから、頑張りましょう。うん。あたし、頑張る。やれやれ。おー！ワールドマップだ！やっぱ、すごいよね、このワールドマップ。このワールドマップをさ、どうやって作った？俺未だにわかんねえんだわ。このワールドマップの式の移動をさ、どうやって作ったんだろうね。どういうスクリプトを作ったんだろうか。果たして私はもう謎のままである。さあ、着きましたね、角川村。やっぱりここも草木がほとんど生えてないね。畑にも何もないし。ところで村長さんの家はどこにあるんですか、師匠。え？師匠？あ、暑い。あっつ！何この体温！もしかして熱中症？こんな炎天下歩いてたから。おお、ハゲたじいさん。中年の男性、おや、どうしました旅の方。私たちの師匠が熱中症にかかったみたいで。どれどれ。イザベル殿。え、おじさん師匠知ってんの？以前、不作の時がありまして、その時、イザベル殿が土を活性化させる魔法薬を作って持ってきてくれたんですよ。ですから、今回の件もイザベル殿なら何とかできると思って手紙を出したんですよ。じゃあ、ひょっとしてあなたが家族村村長さん？ええ、その通りです。ひとまず詳しい話は後で。まずは、イザベルの私の家に運びましょう。熱中症で倒れたわ。師匠、もう使えなくなっちゃったわ。幸いにも、軽度の症状でしたので、安静にすれば良くなると思います。なんか、ごめんなさい。せっかく来たのに師匠がこんな状態で。いえいえ、こんな状況じゃ仕方ありません。あなたたちを見たでしょう。太陽が強く照りつけ。草木が生えないこの公園になっているこの状況を、このままでは村の存続も危ういことになってしまいます。そんな時、たまたま立ち寄った民の方から、魔導士は精霊と交信することができると聞きまして、そこで国一番の魔女であるイザベル殿に雨の精霊と交信していただき、原因を探ってもらおうと思ったのです。なるほど、そうだったんですか。しかし、
イザベル殿が倒れたとなると頼みうすら弟子であるお二人しかいないわけですが、どうでしょうか。正直自信はありません。私たちはつい最近精霊との交信を身につけたばかりなので。でもさ、エクリエル、自信がなかったとしても今それができるのは僕たちしかいない。だったら僕たちがやるしかないじゃん。強気。師匠みたいにうまくできなくてもこの村の人たちの助けになれるならさ。リミエル、大丈夫だよ。いつもみたいに僕は一緒だから。そう言われたら、なんだかちょっと自信が出てきた。もう。村長さん、私たちやってみます。おー、そうですか。ありがとうございます。でしたら、まずは雨の精霊様にお会いください。雨の精霊様はこの村より北、雨の洞窟の祠の中にいらっしゃいます。しかしお気をつけください。雨が降らなくなってから洞窟内にはモンスターが住み着くようになりましたので。わかりました。それじゃあ早速行ってくるよ。頼みましたぞ、リミエル殿、エクリル殿。ぶっ倒れてんだね。あ、ぶっ倒れてるわ。ごめんね、二人とも。熱中症で倒れる軟弱な師匠で。それは今いいから、今は直すことは宣言してないよ。ああ、弟子が優秀で私とっても嬉しい。お助けユニットもう終わった。お助けユニットの出番早く、もうお助けユニットの出番さ、少なかったな、お助けユニットの出番。あんなに強かったのに。リミエル、さっきはありがとう。え？だって私たち二人で精霊と交信なんて本当にできるかどうか不安だったし、だけどリミエルが励ましてくれたら急にやってみようっていう勇気が湧いてきたの。あー、そのことか。正直僕だって不安だよ。だけどもしあそこで断ってしまったら僕たちと師匠の評判を落としちゃうかもしれない。それが嫌だったんだ。弟子の僕たちが魔女イザベルナを汚すわけにはいかないからね。ふーん、なんだよ。ううん、なんでもないよ。ほら行こう。やっぱりなんだかんだ言って師匠のことをしっかり考えてるんだね。まったく素直じゃないお兄ちゃんだな。そうだね。宿屋にさ、ヒールクリスタルがある。宿屋潰れたやん。これ絶対宿屋潰れたでしょ。宿屋の意味ないやん。ヒールクリスタルがこんなところにあったら。まあ、俺もわかる。俺もね、確かに全回復の新刊を置いたからさ、宿屋潰れたんだよね。やっぱり、これ、必要かな。